ヨーロッパで描かれたサーキ・バートマンのエバートマンの墓、サラ・バートマン、アフリカーンス語では、ザートジア、バートマンは、南部アフリカ出身の女性。ホッテントット・ビーナスと呼ばれた。ホッテントットは、コイコイ人の旧称であり、現在では、差別用語とされる。ビーナスは古代ローマ時代の女神の名前。現在の東ケープ州にあたる地域にコイさんの家庭に、生まれた。 ケープタウン近郊に住むオランダ人農場主の奴隷だった時、都営したら金持ちになれるという話を持ちかけられて船に乗る。イギリス本国に連れて行かれたバートマンは、伝部の大きい身体的特徴ゆえに大道芸人として見せ物にされた。その後、フランスのパリに移送され死去。死因は天然痘と言われている。医師ジョルズキュビエの医学的関心の対象になり、 遺体は解剖された。解剖された遺体は、ホルマリンの液診標本にされ、正規と脳の標本が1974年までパリの人類博物館に展示されていた。1975年から、ルーアン市の自然史博物館に移されたが、1994年に、当時の南アフリカ大統領ネルソン・マンデラが、フランス政府に返還を要請し、2002年に返還。 故郷のガンチューズバレーに埋葬された。19世紀初頭ヨーロッパ男性の黒人女性に対するセクシュアリティのシンボルとされた事実を歴史的に検証する研究が相次いでいる。2018年、ケープタウン大学のメモリアルホールがサラ・バートマンホールに改名されることが決まった。伝来のバートマンの図解を批判する多くのアフリカ系の女性画家が散発的にいた。 現代の男女同権主義者の研究によれば、バートマンの伝来の図解や歴史的な説明図は歴史の至るところの美術における黒人の女たちの体の関連形態的表現を明らかにするのに有効である。そのような研究は黒人女性の体の伝来の図解が19世紀においていかにして制度的で科学的に定義されたかを評価する。2014年11月に ペーパーマガジンは、キム・カーダシアンが、シャンパングラスを彼女の幅広な尻の上で倒れないよう、立てるようなものとして描く、表紙を出版した。黒人女性の肉体の作詞と、物心崇拝の善人に対して、その表紙は、多くの批判を受けた。19世紀の間にバートマンが、ホッテントっト・ヴィーナスとして表現されたその方法と、同じことは、多くの批判と論評を刺激した。 ありがとうございます。